はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、うん、カプセルトイのしゃくれるプラネットです。しゃくれるプラネットって何ぞやって、こちらです。これね、この画像、なんかこの動物がこうしゃくれてるんだよ、これね。まあそういう、フィギュアが入ったカプセルトイですね、はい、それで、これね、4回引こうと思ったんだよ、はい、うん、で1回目これ出て、2回目これ出て、3回目これ出て、4回目これ出て、あー、赤3つも出ちゃったよと思って、もう1回引こうと思ったらまた赤出ちゃった、はい、で結局色違いが出たのは黄色だけでした。そうだ、これが同じものだったらかなりショックだね。はい、じゃあまずこの赤から開けていきましょうか。はい、はい、いっせーの、はい、お、パンダ、あ、シャチ、あ、違うのだ、違う、あ、よかった、これパンダ、パンダの顎出てる版、これシャチだね、うん、はい、ラインナップはこちらですね、はい、はい、しゃくれるライオンと、しゃくれるシャチと、しゃくれるパンダと、しゃくれるワニと、しゃくれるコアラと、しゃくれるミーアキャット、おお、結構ラインナップあるんだね、うん、こちらがしゃくれるシャチですね、はい、すごいしゃくれてる、はい、すごいよ、うん、でこちらがしゃくれるパンダです。そうだね、はい、すごいしゃくれてる、うん、どっちもすっごいしゃくれてる、うん、ちょっと顔見せてあげてくれる、あ、こんな感じ、ね、すごいね、はい、じゃあもう一つずつ赤いの開けましょう、はい、ガチャ、シャチ、しゃくれるライオン、しゃくれるシャチ、きた、ライオン来たよ、ということでこちらがしゃくれるライオンですね。ねえ、パパも今しゃくれた声になって、しゃくれた声だったね、はい、いい顔してんな、これ、かなりドヤ顔ですね、これすごいいい顔してる、うん、しゃくれるライオン、いいな、この毛の感じもなかなかいいしね、ほ、うん、面白い、しゃくれるワニですね、しゃくれましたか、エイシン君、エイシン君もしゃくれました、はい、こんなワニ、かなりここが出てるけどね、これは普通のワニで怖いけどね、うん、可愛くないこれ、うん、怖い、ここはでっかくなってるだけで、うん、しゃくれてないか、でも基本的にこのフィギュアね、良いよ、うん、すごくよくできてる、ただ全く稼働はしませんね、はい、うん、だから飾っておく感じかな、うん、アニアとかと一緒に並べてみたい、うん、そうだよね、なんかアニアとすごい合ってそう、確かに、ちょっとこれ今度は並べてみようか、うん、うん、はい、ということで今回はしゃくれるプラネットでした。今日の動画はですね、かなり低評価がつくんじゃないかな、多分ね、はい、ちょっとふざけてたつもりはないんだけど、気分悪くした方ごめんなさい、はい、はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします、はい、ちょっと嫌だなと思った方は低評価ボタンでもいいです、はい、すいません。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、お願いします。そしてマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらの方もお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。